トーマス・ワージントンは、アメリカ合衆国オハイオ州の民主共和党の政治家である、第6代オハイオ州知事、バージニア植民地、チャールズタウンで生まれ、1796年にオハイオ州ロス郡に移った。1799年から1803年まで、順州会議員であり、1803年、州憲法制定会議にも代表として務めた。 その1803年には、オハイオ州からの初の上院議員の一人として選ばれ、1807年まで、その地位にあった。1810年12月、上院議員リターンメグズの辞任とともに、再び上院に入り、州知事選挙に当選して辞任する1814年12月まで、議員を務めた。それから2年後に知事に再選されると、州党、チリコシーから、 コロンバスに移した。1818 18年での参戦は狙わなかった。1821年、死去したウィリアム・トリンブルの残り人気となる3期目の上院議員を目指すも、オハイオ州の現職知事であったイーサン・ブラウンに敗れ、代わりにオハイオ州会員へと戻った。ワージントン氏は彼から名付けられたものである。ありがとうございます。